皆さんこんにちは。アイルベーダセラピスト、ヨガインストラクターのゆかです。春の今の時期、重だるさ気になっていないでしょうか。眠い、重い、だるい、むくむっていうような症状ですね。そういった状態の方におすすめしたいアイルベーダの施術がありまして、今回その施術を、試験的にサロンで取り入れようかなと思いまして、モニターを募集しております。その施術が何かと言いますと、ウドワルタナという名前の施術になります。聞き慣れない施術の名前かと思いますが、どうですか？初めて聞いた方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、ですね、ウドワルタナというのは、こういったアイルベーダのハーブとペーストを混ぜて行うようなスクラブマッサージです。このハーブパウダーだけをこすって行う場合もあるんですけれども、うちはですね、こういったパウダーをジャッジャッとすり込むようにして、マッサージしていくようなトリートメントを提供させていただこうと思います。どういったものなのか気になりますというのを LINE の方からご連絡いただきましたので、ちょっと動画を撮ってみました。ご覧ください。こういった形ですり込んでいくんですね。で、本当に肌がツルツルになります。私今日朝ですね、動画だとちょっとわかんないんですけど、この左手だけやってみたんですけど、そうですね、そんなにね、もともと最近は乾燥してないんですけど、でもやった腕の方がね、よりもっちりつるっとするんですよ。なので、角質が気になるっていう方にももちろんおすすめだし、さっき言ったようなむくむとかいう方もそうだし、あと体質的なもので言うと、カパ体質の人なんかは特にお気に入りになるんじゃないかなと思います。はい。で、逆に言うと、皮膚が敏感な方とか、もちろん怪我がある場合とかいう方ですね、あとはすごく痩せてる方なんかはあんまり合わない場合もありますので、その辺はサロンで、ちょっとやめた方がいいんじゃないとかっていうのを私はアドバイスさせていただきます。なので、一応適用が人によるんですよ。全員が全員できるわけではないんですけれども、ただ一般的に今のこの春の重だるさを感じる時期ですね、眠い、重い、だるい、なんかこの辺がずっしりしてこうなっちゃうみたいな時ないですか？そういう方はすごくおすすめです。あとは送信とかですね、ちょっと体を軽くして活性化させたいみたいな時にもぜひやってほしい施術ですので、サロンにお越しになる方、やってみたい方はお声掛けください。はい、今ちょっとお安くキャンペーンでしておりますので、気になる方は概要欄をぜひご覧ください。はい、ということで今日は、このウドワルタナのご紹介をさせていただきました。またですね、アイルベーダの施術のご紹介やアイルベーダの情報をご紹介していきますので、気になる方はチャンネル登録だったりですとか、いいねをしていただけるとすごく励みになります。はい、ではまた動画を更新します。